おや、オンライ島には今もまだ6000人の住民が取り残されているんだよ。彼らを見殺しにするつもりかい？何？魔力が枯渇してきていて、このままでは島民ごと消滅してしまうんだよ。あの島を維持するには膨大な魔力が必要なのでね。例えば吸血鬼の神祖に匹敵するような君と暁古城君が愛し合って神祖の血を引く新たな生命を育んでもらうというのは、はあ、10人も産んでもらえれば結界を維持できるだろう。ああ、もし春日谷君が一人で産むのが辛ければそこの彼女たちにも手伝ってもらうという手も。ふざけんな！テスは？おや、いいアイデアだと思ったんだが。It should have been me, not him! It's not fair!